アクティブシニアの皆さん、今週もハッピーで充実したシニアライフをぜひ見つけましょう。自然の中でトレッキング。いい季節になったし、外の空気を思いっきり吸うのもいいわね。でも家の中にもエアコンがあるじゃん。エアコンでは大自然のエアコンでしょ。自然が一番よ。確かにな。今回月亀夫婦は公園や動物園でおなじみの丸山をトレッキング、2つあるルートの1つを登ります。ここはかつて四国より入植した人たちから始まった観音像の奉納が現在も続くという登山道です。こうして自分たちの日常のすぐそばに歴史が感じられることを再発見できるっていいな。本当ね。初心者向けのトレッキングは適度な運動と大自然の中、景色を見ながら思い思いの楽しみ方やペースで歩けるので、最近はシニア世代の趣味としても人気です。写真を撮ったり、ご夫婦やお友達、お孫さんなどと一緒に過ごすなどの楽しみ方もできます。怪我などには十分気をつけて無理をしないように、ぜひトレッキングを楽しんでください。自分たちのできる範囲でしっかりと楽しみながら歩きます。よし、もうすぐ山頂だぞ。いやー、着くわね。森の中を上がってきて盛り上がってきたな。もうすぐだぞ。おー、綺麗だな。これはすごいな。自然はいいわね。自然界のおかげで調子全開。一緒に登ってくれてありがとう。何言ってんだい。これからもアクティブに行くぞ。あお。アクティブシニアの毎日が幸せでありますように。